これが、排水が詰まっているキッチンです。ご覧のように、めちゃくちゃ汚いです。水が流れる気配は全くなく、3時間で水が溜まってしまう状況です。こんな感じで完全にシンクに水が溜まりました。これが PP スルーです。蓋を開けて、4分の1程度を容器に移します。PT スルーの見た目はこんな感じです。排水口の周りに PT スルーを巻きます。続いて、50度くらいのお湯を準備します。器に50度のお湯を入れます。そのお湯を PP スルーにかけて排水口に流します。この状態で1時間程度放置します。PT スルーの溶けたお湯は流れてなくなっていました。水を流して排水口の詰まりが解消されているかテストします。水が溜まることなく流れていきますね。PT スルーによってキッチンの詰まりが解消されました。エアコンの簡単な修理や水道蛇口の水漏れ補修、トイレやキッチンの詰まりや臭い対策、壁紙の破れ補修など、住宅設備を自分で直す動画をお届けしています。チャンネル登録をお願いします。